ちゃん、心配かけてごめん。大丈夫だよ。よかった、本当に。サキサキのこんな顔初めて見た。昨日からずっとずっと探してたんだから。海に流されたって聞いて。私はひどい思い違いをしてた。もしものことがあったらどうしようって。ごめんね。サキサキは向井君のこと本当に本気なの？もう絶対勝手にいなくなったりしないで。サキサキより私の方が向井君のこと本気なのかな。私はバカだ。